じゃじゃジャックです。今回はこの海外で流行ってたんかな、海外で流行ってたこのアナポイを使っていこうと思います。まあ、さっきまでね結構いろいろ動画撮ってて、最初のね3回ボツになって、で最後ねバルーンに戻して、よっしゃいい感じで撮れたと思ったら録画ボタン押してなくてね、もう泣いてたんですけど、よくよく考えたら今2時だったことに気づいて、誰もいつも通話とかしてたんで、通話してる時以外基本暇なんで、よくよく考えたら俺暇じゃんと思ったんで、もう一回動画撮り直しました。まあ、Twitter の方ではねもう撮りません言ったんですけどね、撮っちまいました。なんか今のうまくね、ちょっとおしゃれだったでしょプレイ。あ、ナイトをね、ナイトを下げてね、これでまずマジアチャをほっといてね、これマジアチャがやられたらポイズンかけます。そうです。まあ雪玉打ってきた時点でなんか来るとは思ってたんですけど、このデッキね多分結構強いっぽくて、意外と使ってる人がいたんでね。でマスケがしんどいね、ポイズン切ってあったの。スケラかなこれ、なんかデッキがスケラっぽい。じゃあねー、お前生き残るのは優秀すぎだろ。これがねもしスケラだったらね、もう相手はね悲しみを背負いながらね、ファッ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 ファ削りつつね、どんどん無限に削っていきますね。これもねナイト来たね。一応ねもうポイズン、はい、もう最悪ね、もう来てもこいつらこのキングタワーとか強すぎてね、でもここで、ね、出しちゃいます。ここです。あ、まあでもね調子乗って全然大丈夫なんで、キング起動したらね、そんぐらいキング起動は偉大です。ほらもう勝ち確です。おいしいねえ、これしかもね落としだったらね、うわ後ろに出したいのに、まあいいや、もうキングギドしたらマジでスケラー勝ちなんで、そのキングギドした時に削られなければね、はっ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 、このナイトに対応してこないということは、キング起動されるって言ってスケラかけてきたんですけどね。ちょっと遅かったかなといったところで。エリがなかったんかな、あのミスの、あれで。相手のミスはね、やっぱね、相手のミスついていくゲームなんだよね、これは。もともと真っ向勝負してたんですけど、ミスったら、なんか、ミスってもそこつかないみたいな。そんな調子乗ったプレイばっかしてたんですけど。結局はね、相手が上手かったら相手のミスつくしかないんでね、もうそこガンガンついていこうと思います。このデッキさては強いな、でも多分ラバーがきついんかな、火力がないよね、空のバルーンはいけるとしても。逆に何に負けるんだろうこれは。初手何切っていいんだろうね、アイビーズ切っちゃっていいかな、でもアイビーズもまあまあ防衛の要的な感じもするんですけどね。エリゴレは多分相性いいですね。範囲攻撃マシマシデッキなんで。はい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 。で、ここでね、しかもね、ダクネも来ちゃってるんでね。ダクネはね、ポイズンとね、丸太でね、処理できるんで。お前さ、それは聞いてないじゃん。頼む、やって！これさ、まあまあ。おかしいと思うの僕だけですか、このカード壊れたろお前ヒーラー、えヒーラー早速きつそうなの来たわ。ヒーラーが止まんねえ、火力がねえわ。
範囲攻撃マシマシってことは火力がないんですよ。でもヒーラーは攻撃させなければいいんで、この攻撃される前にね、ちゃっちゃと殺しちゃった方がいいです。ちゃっちゃと殺しちゃってください。待って、本当に頼む早く倒して。オッケーオッケーオッケー。あ、いいね。もうヒーラーだけになっちゃえばね、もうね、君はね何もできないんでね。これね、ヒーラーいるときに、ね、バルキリア使いにくいんで早めに出しちゃいます。こうです。もう早めに、もうダクネが生きてるだけでね、もうイライラしてくるんで、ダクネを早めに処理します。で、そちらにね、あいつを探したいんでね。あ、ヒーラー咲いてこねえよ、これ。いい感じのボイじゃない？ああ、これはね、マジだと守る必要なかったですね、別に。こんな感じでね、永遠にね、これ削っていけばね。で、ヒーラーはね、君ね、体力高いんでね、もうマジだと縛り放題。セールなんでね、マジだと縛り放題セール。で、ヒーラーいない時のね、君はね、もうダクネはね、ポイズンに弱いんでね。もうヒーラーがいなければ君なんてね、もう。はい、うまい。俺うまくね、今の。今のはセンスですね。はい、そのポイズン。やってんね。で、これはね、後ろにやっちゃってね。どうせね、まとめて守ろうとしてくるんで。いや、うまい、それは。どうせこのバルキリーにも咲かないといけないんで、相手守りにくいんですよ。相手、俺も毎回同じこと。うまい、それは。あ、とはいえなんか。マジで、あ、で、これはね、ここら辺まで来るともう無視できないんで、相手そう、ここに探したらね、もう勝ちです。穴掘りって無視されるのが唯一の弱点なんですけど、その弱点消しちゃえばね、ある程度まで削っちゃうとその弱点消えるんで、そうなってきたらもうこいつ無双ですよ。無敵すぎる。無限に削ってあげてね。別に緊急度とかされても関係ないです。別にいいです。3枚まで入ってきたらね、もう無限に削れるタイム来るんでね。あ、いい感じですね、これは。多分ね、ちゃんとエリゴレには勝てるようにねなってるんじゃないかなとは思います。ヒーラーね、ヒーラーを攻撃に使われた時の絶望感が半端ないですね。ポイズン切ってて、もしポイズンを切って他のユニットにね、ポイズン切って、そこにダクネ来てヒーラーとか来ると、ポイズンを回してかける頃には自陣が入ってきてるじゃないですか。でそうなってくると、ちゃんとダクネにもユニット当てないといけないんで、そうするとね、ヒーラーも一回攻撃しちゃうんで、そうするとポイズンマルタ耐えちゃってね、ひどいことになると思うんですけど、まあいい感じ。ポイズンはずっと取っといてね、ちゃんともう落ち着いてね、一人するとね、意外といい感じになるんじゃないかなと思います。頼むよ、マジで本当に取ってね、さすがにね、マイクもね、大丈夫だよね。いや、マジでこれでもう取れてなかったら励ます。いや、頼む、俺これを最後にして、乱歩、これいい感じで最後にしたいですね。まあ、おー、まさか、なんかバルーンの匂いがしますね、雪玉と穴掘りは。バルーンだったらね、もう神相性中の神相性、神神ですね。あー、バルーンですね。でもこうボムタワーと取るにはもう絶対に取っといてください、本当に。で、今アイゴレ切ったんで、このバルキリーがしんどいと思うんでね。はい、しんどそうですね。もうバルーンの弱点はね、もう僕知ってるんでね、バルーン使いとして。
美味しいっす。あ、もうこうなったら勝ちです。これはね、丸太で。で、今一番怖いのが、ここでね、回転を生かして攻められちゃうことなんで、今、ボムタワータル同時に切ったんで。で、それさえなければ、もうここからはね、全然安心していけるので。で、これ嫌がらせですね。で、ここにマスケ裂いてくれたら、お、後ろに裂いた。美味しいっす。で、これ、こっち側削ることに。こっちが削る作戦に移行します。で、一発入れるんでね、2発か。ナイス。で、これ同際勝負になったら相手は後ろからマスケで形作れないんで、落ち着いてね、バカ入っちゃうんですけど、まあまあまあと。で、これをねつけるとね、相手が一番処理一番綺麗に守るにはアイゴレで釣ることなんで、まあ、釣られなかったですね。悲しいっす。いや、うまいな。あと唯一の負け筋。待て待て待て、やばい、待って、これ待って、調子乗ってる、調子乗ってる。マスクを裂いてる。これバルキリーを出せるエリア絶対に残しておいた方がいいですね。今気づきました。バルキリーを避けるエリア残しておかないと。あー、これダメだ、やばい、相手がうまい。これはそう、これに出しちゃうとマスケ後ろからでバルキリーにマスケをね。あ、でもポイズンがあるな。おい、参る参る参る。あ、これはもう落ち着いてください。本当にこれはボムタワー一発じゃ解けないんで。で、こっからはね、もうハゲ取ってからガンガン削りに行きます。うまいな、この本人、本当にめちゃくちゃうまいわ。一発も削られたくない、頼む。危ねえ、マジで危ねえ、本当に危ねえよ。よかったー。いつもね、3戦目負けてね、4戦目突入する流れができてないですかね。ここでやっと断ち切れたんでね、まあよかったかなと思います。いや、これ本当に相手がうまかったですね。多分これこっち側の方が圧倒的にマスキのバリキリで処理できて、マジアッチャも鬱陶しいんで、ダイビズも鬱陶しいんで、こっちの方が相性いいんですけど、相手の形の作り方がうまかったです。まあといった感じでね、これ結構防衛力高くて、まあ使いやすいと思うんで、おそらくこれ多分防衛さえできれば穴掘りに攻撃全部任せればいいんで、使いやすいかなと思うので、ぜひ使ってみてください。バイバイ。